こいつはですね、サバンナモンキーというお猿さんです。スカイブルーの金玉を持つ猿というので有名なんですけども、見てわかる通りめちゃくちゃ金玉が綺麗な色してるんですけどもですね、このサバンナモンキーはですね、ちゃんと言語を持っていて、気をつけろライオンだっていう言語を持ってると、と同時にですね、気をつけろワシだっていう言語も持ってると、この2つの鳴き声が別なんですね。この気をつけろワシだっていうサバンナモンキーの鳴き声を録音して、で野生のサバンナモンキーに聞かせると、全員一斉に上を向くんですよ。全サバンナモンキー同じ共通言語を話してですね、で次に気をつけろライオンだっていうのを録音して、他のサバンナモンキーに聞かせると、全サバンナモンキー一斉に木に登るんですね。そうやって逃げると。これぐらいですね、そのサバンナモンキーっていうのはですね、言語を持ってるんですね。人類だけじゃないと、かなりそれは複雑な言語を持ってるんですね。